住宅街の周辺でも目撃されることが増えたイノシシ。危険や被害を減らそうと熊本市が調査を実施しています。うごめく影。去年12月、熊本市北区の通称熊本北バイパス沿いで撮影されたイノシシです。イノシシが住宅地に出没して農作物などを食べる被害が多く、昨年度の県内の農作物の被害額は2億1765万円に上ります。熊本市で初となるドローンを使ってのイノシシの生息状況調査が行われています。調査はおととい開始され、熊本市の竜田山の57ヘクタールを調べています。可視光カメラで竜田山の地形の写真を撮影し、赤外線カメラを使ってイノシシを上空から発見します。今年度、竜田山付近では先月まで47件のイノシシの相談などが寄せられています。この白く光って動いているものがイノシシになります。発見すると写真を撮影し、 GPS でどこにイノシシがいたかを解析して、箱罠の効果的な設置場所を調査します。初めてのドローンを活用した調査になりますけど、結果としては多分うまくいったかなというふうには考えていますので、この結果を活用していきたいと、有効に活用したいと思っています。